ログマスデイ25、ついに最後のビログマス25日目でございます。今日はね、これからもちくん、多分お店とかも開いてるところもあるけど開いてないところも多いから、まあ特に予定はね、昨日も言ったけどなかったんだけど、まあせっかくだからちょっともちくんのお散歩がてらついでにちょっとビーチの方まで久々に行こうかなと思って、今日はニューポートかなって言ってもらうと思っております。でコーヒーショップが開いてたらちょっとコーヒー飲みたいなと思ってるんだけど、朝ごはんも食べてないし、もうでも11時なのか、だからお昼ご飯も食べてないから、ちょっとまあ空いてたらどっかで食べたいけど、まあ空いてなかったらどっか家戻って食べることになるけど、とりあえずちょっとお散歩してこようと思います。ビーチ着きました。めっちゃ人いる今日はクリスマス当日なんだけど、すっごい人がいっぱいいる。観光客もでもいるんだろうな、地元の人ももちろんだけど、まあ、観光客の人が多い感じで、ちょっとパーキング探せるかわかんないけど、もちくんねお散歩したいから、ちょっとぐるぐる回ってパーキングあれば止めようと思います。あ、かわいいこの車。先生ドーナツ屋さんでドーナツじゃないな、クロワッサン買ってますね。私たちはお外で待ってます。ちなみにニューポートビーチのね、このドーナツ屋さんのハムアンドチーズがめちゃめちゃ美味しいので、よかったら観光に来たら買ってみてください。ちょっと声聞こえにくいかもしれないけど、ビーチのねここまで来たから、これからさっきちょっと三つ葉でお弁当買ったので食べようと思います。先生も食べてるね、おにぎりいただきます。私はこちらのお弁当です。すごい美味しそうじゃない？ちょっとまあ多いからちょっと先生とねシェアして食べようと思います。さっき実はね三つ葉で栗が売ってて、超久々に栗を買ってしまいました。このちっちゃいのでね5ドル50だったし、美味しそうだよ、いい香りもするしね。ほらかわいい、食べようと思います。かわいいマリーナパークニューポートな、そこにねクリスマスツリーがあってね、いいね、港のあのボートとか置けるマリーナになってるんだね。かわいいここ帰ってきました。海のとこまでね、車まであと少しで着くから、これから帰ります。はい、ビーチから帰ってきました。でもうね4時なんだけど、ちょっとゆっくりしててね、でちょうど4時じゃないや、多分3時か、あの携帯じゃなくてパソコンの時間が1時間多分ずれてるか、アリゾナ時間になってるから、カリフォルニア時間で多分3時ですね。ちょうど先生のお姉ちゃんたち、アリゾナのお姉ちゃん家族がちょうど着いたから、あとは他のメンバーを来るの待ってプレゼント開けて、その後ちょ、まあ、ご飯食べたりパーティーするけど、まあ、うちらは多分プレゼント開けたのを見たら支度して帰る感じになるかな。だからまあ6時までには絶対出たいから、まあ、6時間ぐらいかかって12時に着くかなって感じなので、まあ明日明後日別に予定が、まあ年末、年明けまで特に予定があるわけじゃないんだけどね、まあ、あんまり夜遅くなるとすごい疲れちゃうから、なるべくまあ5時6時ぐらいに出れたらいいかなっていう感じです。はい、そんな感じでちょっとまだみんな揃ってないからね、ちょっと待ってから、まあ、プレゼント開封のところはねすごいいいことになると思うけど、取れたら取ろうと思います。うん、すごい。ということで、なんだかんだもう時間が7時14分になってしまいましたね。着くの多分2時前くらいかな。
ちょっとね、思ったより時間かかっちゃって、シスの姉ちゃんたちが来るのがね遅くて、プレゼントあげるの遅くなっちゃったんだけど、まあ予想はしてたからねしょうがないと思うんだけど、まあ今日帰れればいいかなって感じだから、道も混んでないと思うし、むしろ夜だから通通できると思うので、まあ安全運転で帰ろうと思います。また同じパームスプリングスあたりのね休憩所というか、まあガソリンスタンド研究所に着きました。ここからあと3時間半くらいかな、ガソリン入れてちょっと休憩してきます。なんか甘いの食べたかったのでこれ買いました。メイドイン USA だって、ガミウォーム、なんだっけ、ガミベアもあったんだけど、このちょっと長いのがいいなと思って、あんまりね、まあ、なんかこの芋虫系だからあんまなんか食べる気は失せるけど、まあでもグミだからいいかなと思って買いました。ということで向かいます、お家にね。はい、無事お家に帰ってきました。ただいま時間がですね、12時59分、1時前に帰ってこれましたね。多分12時50分ぐらいに出たのかな。今荷物、冷凍と冷蔵のものだけパパパッとしまって、ちょっとまた後でね、ちゃんと入れ替えないといけないんだけど、荷物とかはもうそのまま置いてあるだけで、私は片付けしようと思ってます。今日はもう疲れたし夜遅いしね。で、あと先生のお母さんからいただいた余り物のご飯があるから、それもちょっとしまって、まあいつものね麺とかそういうものがあるのでしまって、これさっき買ってきたやつだね、ハムチーズのクロワッサンのやつですね。なんかいろいろ漏れてるからちょっと綺麗にしないといけないんだけど、はい、まあ、そんな感じで、無事に帰ってこられました。でね、25日間のビログマスということで、今日が最終日なので、まあ、最初からね見てくれた方はもちろんだけど、途中で、まあ、ビログマスの動画見つけてくれて、まあこれこのシリーズをね見てくださった方々も本当にありがとうございます。私もね今年はちょっと25日やるかどうか微妙だったんだけど、まあ結局25日間やることになって、まあ一応達成できたのでまあ自分的にもね満足しています。はい、で明日からはいつも通りのビログに戻ります。ただちょっと明日明後日、まあ2、3日少しお休みしようかなと思って、25日ねちょっとぶっ続けてやってたから、まあ疲れもあったし、今日帰ってきてねそれの疲れもあるし、なのでまあ数日ちょっとお休みして、まあ年内終わる前にまたちょっとビログ復活しようかなと思ってるので、まあビログマスとそんなに内容もねあんまり変わらないと思うんだけど、いつものビログもねゆるい感じのビルになりますが、これからもよろしくお願いします。はい、まあそんな感じで、このねビルグマス2018年の25日間はこれで終了になります。ということで、また次回のねビルグでお会いいたしましょう。バイバーイ。